それでは朝ごはんも食べたんで出発していきたいと思います。分岐にやってきました。この前はカッツーさんと湯ヶ手の方に進んでいきましたが、今日はこちら深沢山、愛宕山方面歩いていきたいと思います。先ほどいた深沢山は東方にあたります。そしてこちらの方に進んでいくと西方があるので、西方にちょっと寄っていきたいと思います。この分岐には後でまた戻ってきます。さっきの分岐に戻ってきました、水晶山、愛宕山方面こちらですね、進んでいきたいと思います。かまど山到着しました。293メートル。決してこびてるわけじゃないと思うんですけど、どうなんでしょう。鬼滅の刃がその後始まってこびり始めたっていうかそれではここから飯能アルプスの稜線の方に向けて歩いていきたいと思います。
本来行く方はこっちなんですけど、ちょっと天覧山寄ってきたいんで、こちらの方に進んで天覧山寄って戻ってきたいと思います。さっきの地点に戻ってきました。改めて駒峠方面進んでいきたいと思います。